じゃあ告白された人数ですが、多分15ぐらいで、付き合った人数が7人です。ちょっとモラハラ気質な人がいたのがちょっと印象的だなって思います。片手から両手に収まるぐらいです。付き合ったの4、5人多分。高校の時に付き合ってた彼氏で、私の地元の中学校の駐輪場に遊びに行くことになって、そこで2人で月を見ながらなんか付き合おうかってなったのは一番良かった人かなって告白された人数も付き合った人数も片手で収まるぐらいです。でもストレートに付き合ってくださいって言われたのが印象に残ってます。告白された回数は0です。付き合った人数は4人。告白された人数は1人。付き合った人数が2人。人はネット恋愛で1年以上くらい続いた人ぐらいね。4人中3人がやりもくだったこと。初日からそういう感じなので、もう諦めて別れました。そう、告白された人数が片手に収まる程度ぐらいで、付き合った人数は1人だけです。もう悪い意味で印象に残ってるんですけど、急になんか普通に LINE してて、おやすみとかって言われた後に、なんか最後に一つだけ言うね、なんか好きだよみたいなことを言われて、ちょっとそれが印象的だったので、チャンネル登録と高評価お願いします。